死の翌朝は、ニコラス・ブレイクが著した長編推理小説。ブレイクの1966年の作品で、彼のレギュラー探偵、ナイジェル・ストレンジウェイズが活躍する最後の長編作品。2014年に、論争者の論争海外ミステリーの一冊として翻訳刊行された。1950年代から日本のミステリーファンにも長らく親しまれた名探偵ストレンジウェイズものの最後の未訳作品でもあった。翻訳は熊木慎太郎。通常は母国のイギリスで活躍のナイジェルがアメリカに出かけた際に遭遇した殺人事件の謎を追う。ケネディ暗殺事件で世界が震撼した後の1960年代半ば。学者で私立探偵のナイジェル・ストレンジ・ウェイズは、オックスフォード時代の旧友エドワーズに誘われて、アメリカに赴く。目的は、エドワーズが学生寮、ホーソンハウスの寮長を務めている、アメリカ東部のカボット大学で、文学関連の調査をするためだ。現地でナイジェルは、同大学に関係のある人物やその周辺の者たちと知己になった。やがて大学の中で、殺人事件が発生。英国の名探偵として功名を馳せたナイジェル・ストレンジ・ウェイズはこの事件の捜査に乗り出すが。ありがとうございます。